皆さんようこそ、高山優子です。バンカーライフ2回目やっていきましょう。ちょっとね、生存の確率を上げたいですね。でエンディングももっと見つけたい。お、待って、前回のプレイの遺産を受け継いで最初からスタート。これ受け継いでやりましょう。リライフ。はい、目覚めました。こんぐらいじゃなかったっけ、私の場所。はい、これは多分言ってることは全部一緒なのかな。うん。あ、メモ。このメモの持ち主は死ぬ途中、後世の人のために多くのことを残した。感謝する気持ちで受け取ろうと思った。彼が残したのは、あー、アイテムも1から選べるんですね。これやっぱ大事。チーズ錠前、これ大事だと思う。休息、食材、救急。お、医師を選べる。でも10枚しかさ選べないんだよね。大き大事な気がする。ヘルメット大事。パイプ大事。やばい、持っていけるものが少ない。何取ったっけ。水がない。チーズ、清潔度をパンツ変えるか。探索でゲットできるかな。キャリーバッグとかがなくなってる。医者、薬を扱う専門家。救急薬を使用すると必ず成功。成功しないとかがあるの。植木鉢とかはいらないな。医者か。缶詰持っとくか。いや、これ最初さ10個しか持てないっていうのが結構ネックですよね。これでやりましょう。さあ、もう一人の生存者、古物屋じゃないのかな。はい、さあ今回は違う人が来るのかな。これ最大で何日まで。お、違う人来た。どうなった、ちょっと見てみよう。ベビーシッター、子守の専門家。お、子守、うん。幼いキャラクターの精神力が落ちないようにする。どんな人なのかまだよくわからない。面白い。ちょっともう先にヘルメット装着させとこう。で対話とかできないのかな。そうだな、もうあれ行ってもらうか、探索に。これでよし、お願いします。ヘルメット装着。ヘルメット大事マジで。はい、探索に。うっ、バンカーの外に出たらいきなり巨大な怪物が飛びかかってくる。びっくりしたけど消えてしまった。どういうこと、気のせいだろうか。怖っ、怪物。ちょっととりあえず行ってもらいましょう。ん、さっきと違う。さあ、もう結構進みましたね。おお、だいぶ進んだ。イエーイ、探索に成功。ガソリン、2つ同じの出た。ガソリン？でもガソリン使えないよね。さあ、水が減った。水と食料が減った。そうだな、対話でもしようか。あ、待って、これ一回消して、この人には探索行ってもろて、対話をこの人にしてもらおう。よし、2人で探索っていうことも多分できるんだと思うんだよね。はい、対話したら親密になった。
おー、いいですね。さあ、ここは危険度が、お、車、車ゲットできんの？へえ。もう行ってないとこ行きたいよな。あ、ここは学校かな？一マスしか進めなかった。ヘルメットのせいかな。お、自転車！雨が降る日も探索。へえ。待って。探索距離が2マスになるって。これ絶対これ。よーし。さあ、夜になりました。あ、眠そう。よし、じゃあこの人には休息してもらって、そうだな。地図、一回地図で広げてもらおうか。はい、休んで回復。地図で新しい土地を。おお、すごい遠く。あ、洋服だ。なんだろう。行きたいけど、自転車に乗って行きたいね。さあ、綺麗な雨が降る。あ、雨が。みんな、観光？降る雨で体を洗った。あ、夢中で洗い水遊びをしていたらいつの間にか時間が過ぎた。みんなの清潔度が回復に。やったー、回復。あ、水が足りない。食料も足りない。ちょっとこの人には寝てもろて食料を備蓄。水がないんだ。水がないからさ、探索でゲットしなきゃいけない。はい、行動は終わったけど、探索行かないとね。わ、水がない。もう自動的にさ、飲み物減っちゃうからさ。そうだね。か。あ、間違った。まあ、いっか。寝させるか。ね、めっちゃカード間違った。水なくなった。そしたら、その人には探索行ってもらおう。探索行って、自転車が使えるからもう少し遠い距離を探索できそうだ。やったね。これって、この人にしか使えないのか。あ、やった、みんなで使える。お、いいね、いいね。どこまで行こう。あ、洋服のとこ行けない。水が欲しいから、あ、この水場に行こう。ベビーシッター、行ってくるんだ。なんだこれ。いいぞいいぞ。おお、遠くまで行くね、この人。本当に探索に成功。なんだ、ネズミ捕り。へえ。一時的に狂った状態を落ち着かせる。狂った状態っていうことが起きるんだ。精神状態がこう錯乱しちゃうのかな。拠点の前に配達物が一つ置かれている。開けてみる。爆発した。トラップだったようだ。あー、傷。はー。あー、あー、あー。これ使えない？ほら。現在カードを使用できない。なんてこった。やられてるじゃん。ちょっと管理。怪我だ。でも怪我治せないんだ、今。眠そうだから寝さすか。カード使用できないんじゃ、もうしょうがないっすね。水ないし。水がないと、
探索行けるんだけど、なんで？探索行かすか探索行かすか、怪我だけど。私がもう死んだら終わりだけど。安全なとこ行こうか。危険度がわかんない。危険度がわかんないからな。どうだろうな。何がゲットできるんだろう。せっかくなら行ってないとこ行きたいけど。ここだったら、もう一回ここに行ってみよう。うわ、死にそうな顔。生きて帰ってこいよ。うわ、こけた。え、探索に失敗すると、あ、何を持ってき帰るかわからないってことか。ゴミゴミをゲットしたぞ。いらない。やばい、カード使えない。このゴミは一体、喉の渇き、やばい。使い道がない。圧迫してるのか。とりあえず寝さしたい。ちょっと待って、違う違う、寝させる。で、この人には探索行かせる。水と食料持って帰ってきてくれ。お、すごいとこまで行くじゃん。待って、ここ知らない場所？ちょっとこの海まで水を取りに、なぜ？なんでこんなベビーシッターこんな感じなの？めっちゃゲロってるじゃん、顔。さあ、生きて帰ってきてくれ。こけないで。お、成功。成功。懐中電灯。お、ミネラルウォーター来た。よかった。これで乾きを癒せるか。はあ、やばい。食料もないんですよ、実は。やばいね。カードいつになったら使えるんだろう。これね、待って。乾き、怪我。乾き、眠気。この人にはじゃあ、探索でも行ってもらおうか。カード使えないからね。よし、オッケー。これで、乾きが多少、言えることでしょう。よし。なんだここ。うわ、顔がもう、うわ、焦げた。あー、失敗だー。さあ、何が入ってますかね。ゴミな気がする、やっぱり。ゴミだったー。4日目。前回はここでお亡くなりになったんですよ。よし、寝てもらって。そう、あれあら、この人はもうしょうがないのか。もう寝るしかないんだ。あー、眠気の時に寝させないともうどうしようもないんだね。探索行かせるか。ちょっと就寝してもらおうか。ちょっとね、探索したいんだよね。食べ物がないから。これどうしたらいいんだろう。あー、でももう寝るしかない。使えないんだよな。これさ、使える状態にするにはどうしたらいいんだろう。清潔にもしたいし。うわー、やべえ、なんか状態が結構やばい気がする。怪我治せないし、やばいね。とりあえず探索行ってもらうか。
あ、部屋も掃除したい。近いところでここ行ってみるか。ちょっと今度こそ転ばないで。お、食べ物だ。お、なんだ、問題なく、え、感染、どうやら感染したようだ。オーマイガー。あー、こけた、またこけたか。うわー、使えそうなもの本当に使える、それ、ゴミだね。あの、ゴミ、ゴミを持って帰ってくるのやめて。いや、まだ動けないんだ。使えないし、ほうきも使えないし。いや、これどうしよう、まずいね。あ、早く怪我を治したいし、あ、カードが使える状態になるにはどうしたらいいんだ。なんか方法あんのかな。あ、元気になりました、この人。病気が治った。じゃあ、ちょっと部屋の掃除してもろて、で、この人には就寝してもらって、よし、清潔、ナイス。いや、どうやったらカード使えるようになるんだろうな。しょうがないよな、使えないもんな。やば、あ、休息、よし、これで OK。 この人にもう一回探索行ってみてもらう。またゴミ持って帰ってくるよ、この人。この人ゴミ持ってか、あ、バンカーの外に出たら火山が噴火した。ところが火山から飛び出るのはポップコーンだ。え、信じられないことが起こっている。それは信じられないな。ちょっとじゃあここに行ってもらおう。港かな。こけないで頼む。あー、こけた。またゴミ拾ってくんのか、こいつ。本当に使えるものか、ゴミですね。生存は、あ、待って、強盗が私たちの拠点を攻めてきた。生きるために戦うしか道もなさそうだ。いやー、このタイミングで頑張って、頑張って、ベビーシッター、頼む。よし、こっちの勝ちだ。よし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 、いいぞ、やるじゃん、ベビーシッター強っ。なんか武器も出せたっけ。いて、ベビーシッター、頑張れ、ナイス、さすが。強盗との戦闘が終了、やったぜ。お、防毒マスク、へえ、ガスマスクがあるんだ。やばい、食料が、食料がねえのよ。じゃあ対話でもしてみる。いや、探索に行ってもらわないとまずいな。まずこの人には寝てもらって、探索、やばい、食料がない。バンカーの外に出たら、い、何これ、なんて読むんだっけ、硫黄だっけ、ぼやけている。ところが砂から甘い味がする。黒砂糖、奇妙だね、本当に。お金、錠前、そうだな、港、危険度が低いところがいいけどな。ここにしよう。よし、頼む。え、なんだ、この地域を探査し、え、行方不明になったって。
ちょっと頼みの綱のベビーシッターが行方不明になったってマジ？あ、病気が治った、やった。これでも、満腹、あお腹空いてるのか。清潔度をとりあえずきれいにしよう。あーでも水使うんだっけ。まあいいか、お腹空いたね。うわ2個も使った、食べ物がねえんだわ。あれまた、ああびっくりした。この人怪我してんだよね確か。待って、人物怪我だから怪我を治さないといけないんですよ。よし、治療した、 OK。 ただお腹ペコペコです。水もありません。寝るんかい。あ、空腹はあれでできるけど、とりあえず先に寝てもらおう。一回寝るところを通り過ぎちゃうとなんか 2,3 日動けなくなっちゃうから。わっ、なんだなんだ、お腹ペコペコか。待って、食べ物食べ物、そうそう、空腹を満たしてくれ。よし、とりあえず OK。 喉の渇き、なんだ、バンカーにゾンビが訪ねてきた。戦おうとしたが急にプレゼントを差し出す。プレゼントをもらおうとしたら突然気が消えた。おかしなことだ。どういうこと何もらったん、謎。これなんだ、待って待って、これさ、持たしといた方がいいんじゃないのかなって思うけど、でももうなんかお腹ペコペコだしな。探索に生かすか。え、あー全員出かけると空っぽになる。大丈夫だろうか。大丈夫でしょう大丈夫でしょう。ちょっとあのベビーシッター探しに行こう。どこだっけ、ベビーシッターいなくなったの。ここだっけ、ここか。ベビーシッター探して。あ、こけた、マジ。絶対ゴミだよ、ほーらー。ちょっとどうなってんのよ主人公、マジで使えないじゃん。とりあえず休息してもろて、お腹ペコペコで死んじゃうねこれ。喉が渇いて死んじゃうのか。これどうにかならんのかな、喉の渇きは。はっ、喉の渇きにクラクラして倒れた。あなた死亡ダメか、難しいこのゲーム。いやこのゲーム難しいって。どうやったらこれ生存できんの、なんか難しいですね。うわー、これはなんか多分生存するための方法が絶対にあるんだよ。何かやらなきゃいけないこととかカードとかの選別が結構大事なんだと思う。あと眠くなった時にすぐ寝かさなきゃいけないっていうのと、装備は早めにつけなきゃいけないなっていうのと、あとなんか適当にさプレゼントかと思って開けようとしたら爆発したとか、そういうことがあるからいやーマジか、難しいこれ。いや生存エンドマジで探します、頑張ります。というわけで、脱出エンドが気になるという方は高評価、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。頑張って生存生存エンド頑張りますまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。